アンフちゃんがどれほどの腕のものかなと、こういうことでですね、乗り比べをちょっとしてみようかなと思います。タイプ S ながらパワーステアナビが装着され、車重は30キロ増しの1350キロ。アグリ選手からアタック開始、計測は1ラップずつ。ちなみに試案車の NSX に乗るのは今回が初めてとのこと。さあ行きます。1コーナーへは3速で進入。元 F1 ドライバーといえども、 NSX のオーバーステアに手を焼いているようだ。最終コーナーは3速のまま行った。さあタイムはどうか。1分2秒77。2秒77、はい。続いてドリドリがアタック。1コーナーへは4速で進入、2コーナー手前で3速に落とす。こういう大きな動き出しちゃダメだね、ミッドの場合。なだらかに上げてやんないと。荷重はドリドリもこの車のオーバーを抑えるのには苦労している様子。最終コーナーは2速をチョイス。さあ一体何秒でしょうかね。アグリ選手よりコンマ7秒アップ。ノーマルカーは難しいぞと思いますけれども。そうね、あのね、やっぱりこう持ち屋持ち屋だなっていうのね、は感じますよね。まあそのノーマルカーでね、サーキット走るのも初めだし、まあ、NSX って車もね、まあ初めてこう乗るんだけれども、まあそういう部分では、まあ、その車どうのこうのじゃなくて、やっぱノーマルカーっていう部分の難しさ、やっぱりサスペンション柔らかい、やっぱりその200キロぐらいでコーナリングするようにはできてないわけじゃないですか。どうあれ。そういう部分でのね、やっぱブレーキもタイヤも、そういう部分でのそのコントロールの仕方とか、その車の動きの予知の仕方っていうのはやっぱりね、ノーマルカーやっぱちょっと練習しないとうまく走れないなと思いました、ね。まあ街乗りで乗りやすく作ってある車だからね。やっぱね、そういう部分ではね、やっぱ僕の師匠ですからね。でもやっぱりほら、レーシングドライバーに憧れて、レースに憧れて、そういう人たちがやっぱり自分で NSX とか GTR とかね、スープラ買ってこう走りに来るわけで、そういう時にやっぱりこういうアドバイスっていうのはすごく効くと思うんだよね。やっぱりそのさっきも言ったみたいに、やっぱりどうあってもやっぱりノーマルカーなのよ。その部分をやっぱり頭の中に入れてサーキット走ってもらうと、もっともっとケイちゃんに近づけんじゃないかな。やっぱ俺もね、やっぱそういう部分がなくて、やっぱレーシングカーのつもりでいくとやっぱり全部過ぎちゃう。だからそういう部分ね、レーシングドライバーの目っていうのが、ここでブレーキングしてこの速度で入れるってもう分かってるでしょ。でもノーマルカーって全然かけ離れちゃうわけだから。そうなんだよね、なんでこれで流れちゃうのって感じだもん。そうそう、チームメイトのチキンレース対決スタート。ドリドリがリード、ブレーキングはあっと失格か。ドリドリが出ちゃいましたね。ドリドリ出ちゃった。ちょっと待てお前。いや入ってる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 。完璧だよ、完璧、完璧だったら俺のこと困ったんじゃん。先、いや先こっちです。 VTR 見よう。 VTR による判定はドリドリが先だ。